南波がそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは風がおめえ次第だ。どうだ、望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ全は急げだ。およろしくお願いします。駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おデートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃそこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと？じゃあ一番、お前どういうふうにさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ硬い硬い、緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい。いつも通り自然にだよ。そらそこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え、寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあそうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ、まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ足立さんはどう思うんだ。論外だ、ベンチでうとうとだ。言ったろ、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番いつもよりなんか素敵、これからいつもと違う一日が始まるかもってな。おまあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ。そうだな。どっちかっつうと難波かな。座って待ってた方がその後に体力温存できていいんじゃねえかと思って。お前は見どころがある。さあ余裕を持つことが肝要よ。ちょっと待て春日、お前が待ち合わせ場所に行ってもしさっちゃんがベンチで寝てたらどう思う。え、昨日の仕事で疲れてるのかもとか。そう、ベンチで寝てるのが気を許してることの表れだなんて思わねえ。ただのお疲れサラリーマンだ。さっちゃんも気遣ってデートどころじゃなくなるだろう。確かにそりゃそうだ。だからこそバシッと仁王立ち、これがデートに臨む男の基本姿勢だ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ、普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。その意気だ。じゃあ次のレッスンと行くか。